気がつくと、いつもそこに言葉があった。言葉に励まされ、言葉で強くなれる。そんな言葉に会いたくて、そんな言葉を届けたくて。渡辺翔子琴の花より、私が出会った素敵な言葉たち。おはようございます。渡辺翔子です。今週の琴の葉はこちら。できなかったことはある、でもやり残したことはない。草刈民代さんの言葉です。この携帯メルマガの琴の葉だよりを配信したのが2009年の6月。草刈さんはその年の春に35年のバレリーナ生活に終止符を打っていました。その草刈さんのインタビュー記事が載っていた新聞紙面で出会った琴の葉。やろうとしてできなかったことはいくつもあります。でもやり残したことはありません。草刈さんはいささかの迷いもなく話されたそうです。これだと思いました。どんな人の人生でも全てがうまくいくことはありません。失敗したことやうまくいかなかったこと、また環境が整わなくてチャレンジすらできなかったこともあると思います。でもどんな状況であれ、その時その時の状況と真摯に向き合い、悔しがって泣いたりわめいたり、嬉しくて笑ったり喜んだり、怒ったり落ち込んだりを誠実にやり、たとえ結果が伴わなくても自分を諦めない生き方を貫き通す先に、草刈さんのような納得の一言が生まれるのではないかと思いました。できなかったことはある、でもやり残したことはない。なんて爽やかな響きでしょう。そんな清々しい言葉を発せられるような生き方をしていきたいと思いました。さあ、新しい一週間のスタートです。今週も笑顔でいきましょう。